本校のオープンキャンパスは進路を考える上で体験授業が一番大切であるという思いで開催しています。だからこそ体験授業の時間は90分、あなたが大好きなことを夢中になって体験できます。それでは実際に本校の体験授業をご紹介していきます。今回はご覧のラインナップの体験授業をご紹介します。まずはファッション系コースの体験授業を紹介します。将来は洋服を作る仕事をしたいという方はソーイング、スカート、パンツなどトレンドファッションやバッグなどのファッションアイテムを作ったり、初めての方も先生や学生が優しく丁寧に教えてくれるから安心です。次にパターンの体験授業です。パターンとは絵に描いた服を立体にするための設計図。デザインしたものをいかにして形にするか、デザインの命運を握る大切な作業です。最初は難しいかもしれませんが、ぜひチャレンジしてみてくださいね。デザイナーを目指す方はデザイナーの先生から教えてもらえるデザイン画の描き方を受けてみましょう。デザインの描き方って、デザイナーってどんな仕事？どうやってアイデアが浮かぶの？ファッションに欠かせないデザインのことがよくわかります。スタイリスト体験は人気ある体験授業の一つです。現役スタイリストの先生とテーマを決めて雑誌の1ページを撮影したり、テレビの撮影現場でのスタイリストのお仕事を体験したり、スタイリストならではの体験授業をしています。スタイリスト、モデル、撮影とスタイリストの現場の雰囲気が感じることができます。着こなし、トレンドなどなど、スタイリストならではの授業はファッション好きな方にはたまらない体験です。参加者には後日完成したファッション誌のようなおしゃれな1ページをプレゼントしているんですよ。ファッション販売の体験授業では、たくさんの洋服からコーディネートを考えて商品ディスプレイを制作します。ファッション販売の知識はもちろん、普段なかなか体験できないたくさんの洋服から選ぶ楽しさをぜひ味わってみてください。これは雑貨系コースの体験授業です。コースのポイントでもあるものづくりをしっかり体験できる準備をしています。季節のトレンドアイテムを作るアクセサリー作り、シルバーの体験授業では純銀で作るチャームやリングなど本格的なアクセサリー作りを体験します。次にビューティー系コースの体験授業を紹介します。こちらはメイクの体験授業。現役ヘアメイクアーティストの先生がプロの技を直接教えます。憧れのヘアメイク現場で活躍する先生とお話もできるのも魅力ですね。ネイルの体験授業も現役ネイリストの先生からジェルネイルの体験ができます。かわいいネイルチップを作ってみよう。続いてエステの体験授業。世界的に最も権威のあるシデスコ認定校の本校では、世界基準のエステが体験できます。フェイシャルエステにフットマッサージとメニューも豊富です。今までエステの経験がない方もぜひエステの魅力を体感してください。最後はブライダルコースの体験授業です。ブライダルコースの体験授業は2つ。ウェディングプランナーのことがよくわかるプランナー体験、そしてドレススタイリストのことがよくわかるドレススタイリスト体験があります。ドレススタイリスト体験では70着以上のドレスの中から好きなドレスを選び、ヘアメイクもバッチリして花嫁さんに変身できます。どちらも幸せな時に携わる仕事がよくわかる体験授業です。体験授業の内容は季節限定の体験もあったり、参加する日によって内容が変わります。いつ来ても何度来ても楽しめる内容で準備していますので、何度でも参加してくださいね。